ライズボア初の女子マッチついに実現。ターゲット渋谷から公認会計士みやこ、キックボクシング歴4年、戦績は3勝3敗、白星先行なるか。ボア初の女性の試合ということで、会場沸くような女性でもこれでできるんだっていうところにしようと思います。よろしくお願いします。対するはグッドスキルから経営者斉藤陽子。キック歴6年、エントリーしたからには自信あり。今回初めての出場となります。精一杯頑張れますので、どうぞよろしくお願いします。円熟のガールズパワーを見せてやれ。斉藤陽子 VS 宮子。それではただいまより第4試合52キロ契約1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー160センチ、 51.4キログラム、 ターゲット渋谷所属、公認会計士みやこ。赤コーナー161センチ、 50.9キログラム、 グッドスキル所属、経営者斉藤陽子。レフェリー大沢。さあ、ライズボア第4試合が始まりました。そしてゲスト解説にはこの方が来ていただきました。あかり選手でございます。よろしくお願いします。いや、あかり選手、はい、このライズボアの解説初めてじゃないですか。解説自体初めてなんで。あ、ほんまですか。そうなんですよ。普段の解説はもう一回もやったことないです、初めて。すごい緊張してます。もういつものあかり選手を出してもらえればそれで大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこの第4試合のこの女子の大会、はい、対決なんですけど、ライズボア自体で女子の対決初めてなんですよ。そうですよね、はい、なんかこの大会でも1試合しかないみたいな。こちら赤いグローブが斉藤選手でございます。そして青のグローブが宮子選手。さあ、始まってからいきなりアグレッシブですね。そうですね、多分もう1分半しかないんで、はい、もう気持ちのぶつかり合いだと思います。なるほど、うん、結構、うん、宮子選手が今いい感じに攻めてるんで、はい、ここで斉藤選手がどういなすか、前蹴りとか蹴れたら多分いいと思うんで。なるほど、うん、もう勢いがいいですね。この勢いで来られるのってやっぱ嫌なもんなんですか。嫌ですね。うわ、結構飲まれちゃうとやりにくいと思うんで、はいはい、この飲まれる前にこう対処しないとって感じですね。なるほど、うん、このあ、でも今の右、うん、いいですよね。ミドルとかもいいですね。パンチの中でも蹴りとか出せたらどのポイントも波にも乗れると思うんで、はい、この今のミドル、はい、すごくいいんで、どんどん蹴っていった方がいいと思います。さあ、ラスト30秒です。本当に1分半なんでね、うん、あっという間なので、本当に手数出したもん勝ちなんで、うん、斉藤選手はもっと踏ん張るとか、うん、踏ん張って打ち返すとか来る前に対処した方がいいですね。なるほど、だから前蹴りとかを対応した方がいいってことですね、うん、そうですね、こういう今の前蹴りとかもどんどん力強く打っていった方がいいと思います、はい、なるほど。ただこの宮子さんの猛攻が止まらないですね。止まらないですね。おお、もう1ラウンド終了です。あっという間ですね。あっという間です。いや、あかりさん、はい、この宮子さんと斉藤選手、はい、まあ、宮子さんが公認会計士、うん、そして斉藤選手が経営者ということで、すごいキック始めたきっかけが気になりますよね本当ですよね。やっぱりね、本来働いてるだけでもすごいんですけど、うんうん、交わることない、いや本当に職業同士の戦いですよね本当にそうですね、うん、でもやっぱりこの刺激を求めてね、うんうん、キックボクシングを始めたと思うんですけども、うん、いや、すごいですよね。本当に普通にお仕事をされながら練習してるって感じですもんね、うん、いやー、本当にそうですよでライズボアのこの女子の対決、はい、今日一つだけですけど、これめっちゃ盛り上がってますね、はい、うん、すごい思った以上に思った以上にというか、すごい盛り上げてくれてるんで、うん、いやー、さあ2ラウンド目でございます。さあ、この試合どうなっていくのか。
さあ始まりました。お、また宮古選手が前に行く。止まんないですね。ただこの斉藤選手も前に行ってますね。このいいですね。さっきのラウンドより対処はできてると思うんで、このまま続けていけばポイントは取れるんじゃないかなと思います。うん、この赤里選手が前に前にこうやって来られたら、はい、もう一回どうします？こういう場合は私だったら一回距離取るか、はい、来る前に前蹴りで潰すか、はい、あとはジャブしっかりついた方がいいですね。ちょっと距離離したいですよね。この距離は宮古選手の距離ってことですね。そうですね。多分こういう作戦でやりたいって思ったことをやってる、うん、はい、ずっとやってるんで、はい、ちょっと距離取った方がいいのかな。それかもう割り切って打ち合うしかないですね、はい、なるほど、うん、もう相手の土俵で、そうです、打ち合うっていう、うん、なんか中途半端なところにいるとやられっぱなしになっちゃうんで、はい、遠い距離に行くか割り切って打っちゃうかの方がいいと思います。なるほど、さあラスト30秒です。もう気持ちのぶつかり、うん、お互い気持ち強いですよね。強いですね。下がんないし、宮古選手も、うん、結構ミドルも蹴れてきてるんで、はい、この後パンチの後蹴りと、この蹴りがいいですね、うん、さあこの宮古選手のこの右ストレート、うん、さあただちょっと疲れてきましたかね。そうですね、うん、ずっと攻めてるんでもう本当に残りしかないんで、さあどっちが取るか、うん、おー、いやー2ラウンド明里選手ナイスファイトですね。もうお互い前に前に行くからもう距離がもう全然なかったですねゼロ距離でもうずっと打ち合いの距離でしたね、うん、いやこれはどうですかね。この宮古さんがねずっと攻める形で行くんかなと思ってたら、うん、はいはい、斉藤選手も2ラウンド目はそうですね前に行って、うん、最後2ラウンド目は良かったですよね。2ラウンド目めっちゃ良かったと思います、うん、結構割り切って打ち合いに行くというか自分もプレスかけられてたんで良、うん、かったと思います。さあ判定です。勝つのはどっちか聞いてみたいと思います。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ佐藤20対20ドロー、うん、おおドローだ。ジャッジ北尻20対19青宮古、お宮古選手1ポイント。20対18青宮古2対0だ。勝者宮古選手。いやー明里選手これはもうでも宮古選手の積極的に攻める姿勢を取ったってことですね。そうですね、うん、多分ずっと宮古選手のペースだったんでそこをポイント取ったんじゃないかなと思います。ただ斉藤選手もね最後まで諦めずに、うん、そうですね、うん、あの立ち向かっていくというか本当に負けない、押し負けないで、うん、最後まで戦えたんで、もうちょい早く、うん、多分その2ラウンド目の動きができてたら、うん、多分全然ポイントを取り返してたんじゃないかなとは思います。なるほど、一人はね、うん、あのドローもありましたからね。そうですね。いやーなるほど、これ1分30秒というのがね、うん、ありますからね。さあマイク聞いてみたいと思います。あ、勝てました。応援ありがとうございます。ターゲット渋谷の宮古です。ライズボア初の女子の試合と言われてすごいプレッシャーだったんですけど、あの勝ててほっとします。あのキックボクシングってなかなか格闘技女性少ないと思うんですけど、こうやってあの性別とか年齢とか関係なく楽しめるスポーツだと思っているので、ぜひこれからもあのバーで女子の試合増えたらいいなと思ってます。あの本当勝てて、今日も応援に来てくれてる、あのいつも練習とかスパーリングの相手とか務めてくれてるジムのお友達とか、あといつも楽しい厳しいトレーニングをしてくれるあのトレーナーさんたちとか、あとやっぱり今日ここまで二人三脚で一緒に戦ってくれたあの私のセコンドのおかげであの勝てたと思ってます。本当皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。宮古選手すごく、ね、マイクもしっかりされてましたね。そうですね、うん、あの試合の後にすごいちゃんと喋れてるんで、いやなかなかあの後に喋れないですよ。いや喋れない、私だったらもうゼーゼーしちゃって多分さすが公認会計士ですよね。いやすごいですね本当に、結構トレーニングしてきたんだなっていうのは
伝わりましたね。ライズボアの女子の対決も今後も楽しみにしたいですね。そうですね、どんどん人数が増えてたらもっと盛り上がると思います。女子も